この度、語りタイムの新監督に足立良氏が就任しました。足立監督はですね、今日の午後からトレーニングが入りまして、この週末にあります天皇杯の天皇権決勝大会から指揮を取るというような形になっております。クラブは、語りタイムを未来につなぐためにも、新監督の元選手、スタッフ、それからフロントが今まで以上に一丸となって、そしてカタールタイムを支えてくれる皆様のためにも、最後の最後まで諦めず目標に向かって、勝ち点を積み重ねてまいります。ファン・サポーターの皆様、それからスポンサーの皆様、そして県民の皆様には、今一度ホームスタジアムであるこの富山県総合運動公園に足をお運びいただき、今まで以上のご声援を賜りたいと思っております。私からは以上でございます。チームは開幕から J3 優勝、J2 昇格というところを目標に進んでまいりましたが、思うように勝ち点が積み上がらないことと、第9節試合の終了時点で再開に転落するということにより、クラブ内のところにミーティングをしたり、そして今後のカターレ富山のことを考え、指揮官を変えて戦うという決断に至りました。そんな厳しいの状況の中でも、カターレ富山を応援してくださっている皆様には変わらずの応援と叱咤激励といただき、大変感謝しております。そして強化部としては、いつも常にですね、どんな状況であっても監督、選手のリサーチっていうのは行ってます。今回経緯の中では、数人の候補の中から足立監督を招聘させていただきました。決め手となったところは3点ございます。一つは選手を育てる指導力。足立監督は若い選手を育てるというところも実績がありますし、うちのチームの選手たちはとにかく若いです。うちの若い選手をとにかく鍛えて、いい選手、少しでも今よりも素晴らしい選手に育ててほしいというところが期待しております。二つ目は、今のチームをいち早く理解し対応できる経験を持っているということです。神戸の時、監督としてフォーバックを採用したり、長崎の時はヘッドコーチとして3バックで戦っている、時には5バックですけども、そういうところを経験されてます。そういうことを踏まえて、臨機応変に対戦相手を応じて、そこら辺を経験を使いながら戦っていっていただけると思っております。3つ目は、試合であったりトレーニングの時にすごく熱を持った指導方針であることということです。やはり若いですので経験も少なく、そういう彼らにやっぱり心技体という心もそうですし、技術もそう、体もそうというところで、やっぱりこう本当にサッカーに仕事として本当にプロとして戦うんだっていう姿勢を本当に先頭に立って見せてもらえるんじゃないかなという期待も込めております。今シーズン必要なものを本当に補って戦っていってくれる監督だと判断させていただきました。残りの試合を託してチームを復調させてもらえると信じて、強化部もクラブも全力でサポートさせていただきたいと思っています。以上です。今強化部長の、黒部の方から、3点、自分を選んでいただいた、理由がありましたが、まさに自分の特徴は、この3点に集約されていると思います。まずは、若手の選手を育てるということは、自分の今のサッカー、今までの、サッカーの指導経験の中で、
自分が最も得意としていることだと思います。プラス鍛えるという言葉がキーワードで出てきましたが、まさしく、僕は鍛えて選手を育てるタイプだと自負しております。その次に、戦術だとかシステムの話が少しありましたが、長年、指導の現場に立っていまして、コーチもしましたし監督もしましたし、あとは、2009年には分析担当のコーチもやらせていただきました。そんな中で、サッカーのシステムだとか、戦術の部分は、自分の指導の中でも、自信のあることでもあります。最後に、熱をっていうような、言葉がありましたが、自分が指導していく中で確かに、情熱というところがなくなってしまえば僕は指導をやめると思います。情熱なくしてはっていう言葉は絶対に僕の中ではつきものです。サッカーにおいては時には才能よりもハートの方が重要なポジション、ウェイトを占めるというふうに常日頃思っています。もちろん気持ちだけでは勝てませんが、まずは今のカタール富山に注入したいものは本当に勝つんだという、これから一つずつ上に上がっていくんだという魂を注入したいと思っています。僕の中では僕のことを表現してくれるサッカー界のいろんな方々の中には、足立魂だという言葉を使ってくださったりだとか、あとは非常に練習をやるものですから足立塾なんていうようなことを使って僕のことを表現してくださる方もいます。その2つの言葉に集約されているように、自分はまずメンタルというかハートの部分から入っていくと思います。もちろん戦術的なことだとかチームの分析はこれからしっかりやっていかないと結果には結びついていきません。まずは今日午後の練習から選手をよく観察し、今までのコーチングスタッフとミーティングを重ね、過去のことは変わりませんがしっかり反省をし、必ず J3 で最下位というのはないと思うんですね。上に上がっていきたいと思っています。今シーズンカタール富山は10周年を迎えるということで、クラブの経緯を考えますと、過去に2つのチームが1つになったというような歴史も持っています。以前自分も、J リーグ創成期に、自分の所属チームが消滅してしまい、2つのクラブが九州学園という形で、非常に辛い厳しい思いをしました。そんな経験もありますので、この節目の10周年というクラブ10周年というシーズンに、J3 再開、そんなことはあってはならないと思っています。まずは今日の会見では自分の所信表明しか話はできませんが、今後皆さんと共に戦っていき、いろんなことを皆さんと積み上げていければと思っています。今後もぜひよろしくお願いします。